これ。いいわよ。S が一番いいでしょ、うん、あ、特徴がいいのか。キングダムだね。で、次 S で、次 A。鬼滅が A だね。で、これ欲しい、かぐや様。B がこうか。え？C。C がこれ全部？あ、ここも B だね。ここも B だ。で、ここが C。あ、ここも B だ。B が多いね。C だ、C これ1冊だ。1000円で1冊はやばいね。1冊かもしれないよ。一応 A と S とかある。そうだから、ちゃんと中身はちゃんと S とかも入ってるね。やってみる、しーちゃん。やってみよっか。面白そう、ね、うん。やってみよう。これで A とか出ちゃったらやばくない？何選ぶ？これでさ、A とか出ちゃったら何選ぶ？やばいよね、A って言っちゃったら。飲んだことないのがいいかな。うん。やる？やりますか。こっちにもいっぱいあるじゃん。ね、ね、めっちゃいっぱいありました。一冊があれだ、鬼滅とかのいいやつが一冊なんだ、C でも。なるほど。うん。まあ、とりあえず C ちゃん、あれだ、やってみよう。何が当たるかわからない。はい、じゃあ1000円で。押すよ。ワンピース1から10巻。お、ワンピースあるの？これあれだね、アニメにもなったし、実写の映画にも。あ、これなんか有名だね。有名は知らないで。何しようかな。これ何？恋愛？あ、これ、これ、これ男向けだ。ちょ、エッチやつだ。エッチやつ。いやんじゃん。いやんじゃん。パパ、どれが一番いい？これも嫌なんじゃない？わかんない。これでもアニメになったっけ？バイトの漫画だって。バイトだ。ファミレスの漫画だって。ファミレスの漫画。ファミレスの漫画。多分古いね。さて、どうしましょう。悩みますね。悩みますね。隣の柏木さん隣の柏木さん、どうですか？面白いかな。どうかな。どれかこれがいい。ワンピース？しーちゃんがハマるかもしれない。うん。野球か、野球か。どうしよう。これ一応1巻からあるの。1巻から10巻も、うん、とりあえずハマるかどうかはわからないけど。それとこれかな。両方とも実感か。これは何？ああ、これか。あ、これいいね。これお、うん、でも古いね。めっちゃ古いね。古いね。欲しいだもんね。この辺はなんでここに先生？あ、これ一夜だ。振り向くな君は。どうしますか？ワンピース？とりあえずレジに持っていかないとダメなんじゃない？来ました、はい、私が選んだのは、はい、何でしょう？こちらです。じゃじゃーん。ワンピース1巻から10巻まで。はい、はい、これパパもこれがいいってはい、ハマるたらね、また書きようね、考えましょう。はい、はい、ワンピース70何巻もだけど、やばいよね。今も続いてるよねやばい。